2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。さて今回はこのレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に寄港、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦隊に複数のガスタービン機関を組み合わせた COGLAG 方式の機関部を搭載、最大で出力43,000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの007式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1蓋式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思うぜ。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだね。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるかもしれないな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているぜ。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているな。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているよ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中。これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるんだ。その時のナレーションでは、
こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は 40 ミリメートル、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ 2297 メートルを達成、これはマッハ7弱に相当するものだったぜ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよな。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないよね。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているんだ。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるらしい。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているぜ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をとどめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているぜ。日本でも水上戦闘艦に連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。優雅型と出雲型の誕生によって来年にも、日本の空母は4隻体制となるよね。空母を4隻保有していること、または2タイプあることは何を意味するのか、そして戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は今後、どうなっていくのか気になるところだな。そうだね。さて今回は日本の空母の現状と課題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2015年10月に実施された海上自衛隊の艦艦式は3年に一度行われる海事最大のイベントであり、
当時の最大の目玉となったのが新鋭護衛艦出雲の初登場だったんだ。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦であり、海上自衛隊の航空母艦としては、日向型の日向伊勢に続く3艦目となっていて、出雲は日向型に比べて一回り大きく、自衛隊最大の艦艇となって誕生したよ。また同年8月には出雲型の2番艦加賀も進水しており、現在は偽装作業が完了して試験航海も11月に行われ、この加賀が就役したことで、海上自衛隊は日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合計4隻の航空母艦を保有することになったんだ。艦艇は長期にわたってドック入りする整備機関や乗員の訓練機関、そして実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれが3分の1ずつを占めるため、4隻体制となったことによって常時1から2隻の航空母艦が即応可能な体制を取れるようになったみたい。しかし、実はこの日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっており、まず、この動画を見ている人の中には日向型と出雲型は護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人も多いだろうな。しかし、それは完全な誤解であり、海上自衛隊における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、一般的には軍艦あるいは戦闘艦に該当する用語となっているぜ。例えば金剛型や愛宕型は護衛艦とされているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれているからな。この航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルとなっており、出雲が就役するまでは海自最大の艦艇として君臨していたよ。主な艦載機は SH-60JK ホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に初着艦させる能力を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能なんだ。そして日向型の主任務は、我が艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦であり、そのため、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を有し、航空母艦としては結構な重兵装であることが特徴的なんだ。一方で出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルと、前述した通り日向型よりも一回り大きく、SH-60JK を5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容可能となっているぜ。しかし日向型のような単魚雷発射艦や VLS は有しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されておらず、そのため潜水艦への攻撃は、SH-60 や両艦に委ねることになるわけだ。そして F-35B 垂直離着陸戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型に比べ、より広範な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されているね。例えば日向型出雲型は共に手術室と集中治療室を備えているけど、病床は日向型8床に対し出雲型は35床も準備していて、そのため当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるだろうと考えられるよ。また出雲型の方が飛行甲板も広く、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利であり、これは、あくまでもどちらがよりその能力が高いかという話であり、日向型が上陸作戦の拠点となることも考えられるため、出雲型も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能ってわけだ。そして日向型と出雲型の両艦いずれも SH-60JK の他に大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させ、しかも必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイ、CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用まで行うことができるぜ。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦で、上陸作戦に特化していて、ヘリコプターの発着艦も可能だが格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないんだ。
日本を取り巻く九州離島環境の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決することを想定した日本版海兵隊水陸機動団が発足する中、懸念されていたのが海上輸送力の確保だったよ。有事では第一空挺団による空挺降下や現地空港を活用した迅速な空輸も行われるだろうけども、多くの人員や装備を運ぶとなれば海上輸送に頼らざるを得ず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだね。大隅型が登場する前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を切望していて、日本政府も1990年代の PKO 派遣を鑑みて、海洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から大隅型3隻の建造を認可したぜ。それまでの海事輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 船艇や輸送ヘリを使った揚陸方法を採用する運びとなったわけだ。特に米海軍でもよく目にする LCAC 船艇は最高時速 92km という快速を誇りながら、戦車1両または大型車両3から4台を一気に海岸まで運ぶことが可能だな。大隅型の全体としては、陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースまだ確保されているよ。一方、装備面では73式大型トラックならば最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることができるため、大隅型が3隻いたら1個連隊規模の輸送ができる計算になるということだな。また、海事艦艇として初となる全通式甲板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着が可能となり、最近では改修工事も入り V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになったぜ。ただし、前途したように航空機用の格納庫と整備機能はついておらず、アメリカ級強襲揚陸艦などと比べると航空運用能力は極めて限定的なんだ。ところが、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時は空母や強襲揚陸艦ではないかと、一部の無知識人の指摘を受けたよ。格納庫を持たず、車両用エレベーターしかない大隅型が空母となれるわけもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と178メートルの全長では固定翼機の運用は不可能だよな。この格納庫がないという点は非常に重要で、これをもって大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているわけだぜ。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は国家の威信財力の象徴として見なされることが多く、すでにそうした風潮は強く現れており、中型出雲型に艦載予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論がなされているくらいだからね。攻撃は最大の防御と言われるように、すべて日本を守るためにやっていることなのだから、もっと理解するべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうだね。世界に誇れる日本の技術があることは喜ばしいことだな。気になるのは具体的にどんなところがすごいのか、というところだぜ。そうだね。今回は最新鋭潜水艦である桜竜、桃竜について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2020年3月5日。神戸市の三菱工業神戸工場で、海事の最新鋭潜水艦桜竜の引き渡し式が行われたよ。この桜竜は、双竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の呉基地となっていて、日本の広大な領海を防衛する新戦力として実戦配備の日を迎えたというわけだね。呉といえば海軍基地として有名で、大ヒットしたアニメこの世界の片隅にではあの大和の勇士が呉港に浮かぶシーンもあったよな。余談だが、太平洋戦争末期、アメリカは原爆を呉に落としたかったそうだが、天候の問題で広島に落としたらしく、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えるぜ。さて、その桜竜のデータを紹介するんだけど、
基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているんだ。そういう型潜水艦は10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していたんだけど、11番艦欧遊はディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したため、かなり大きく変更したということになるよね。ここで気になるのが欧遊の速力だが、公表された値は水上で13ノット、水中で20ノットだから、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方も多いだろうな。ここで再確認したいんだが、そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは言うまでもないよな。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような正確な数値を公表するわけはなく、わざと従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないだろうか。また最新鋭艦欧遊だけでなく、従来の双遊型についても連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度など、潜水艦の性能に関する重要な情報は極秘事項として一切開示されておらず、まさに厳重機密扱いということがわかると思うぜ。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではなく、世界的にも同じ傾向だね。だから欧遊の公表値水中速力は20ノットだけど、これは実際の可能速度とは全然違うのではないかと推測する人も大勢いるみたい。まあ、当然といえば当然だよな。データ取得の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう危険性があるからだぜ。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって活動範囲は絶対に敵に知られてはならない情報であり、特に通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報と言えるだろうな。実は原子力推進型潜水艦だと、機関部分だけを考えれば理論上、ほぼ無限に連続航行できるということがはっきりしているよ。また原子力を利用した機関は強力だから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識だね。だから、原潜は通常型とは逆に隠す必要がなく、むしろ、隠してもバレバレといった方が正しいわけだ。現実的には原潜であっても、それを動かす人間潜水艦乗組員は艦内で生活しているわけだから、彼らのための食料など物資の補給は必要だぜ。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間のメンタリティの課題など様々あるだろうしね。つまり原潜自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては原潜での長期にわたる生活は困難が伴うものってわけ。話を欧遊に戻すんだけど、鉛蓄電池と比べると出力が大きいリチウムイオン電池を採用しているから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えないんだ。瞬間的なパワーは原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われるよ。原子力推進型潜水艦には確かに長所が多く、それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が全て原潜である国々が軍事力で優位に立てることは明らかだね。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われるから、無敵と言っても過言じゃないよ。例えがちょっと飛躍するが、原子力推進型というのは簡単に言うと、人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関イコール人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと思われるぜ。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えてよいな。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなど色々と言われてきたけど、はっきり発明されてはいないみたいで、昨今はこの言葉もあまり見なくなったんだけど、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのかもしれないね。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度で、
どれほど深く潜れるかによって敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるんだ。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難で、先行深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しているよ。要するに敵のソナーより深く潜れば有利で、つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけだな。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけだから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずで、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもないぜ。OU は船体に使われている素材の強度から約600メートル以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られていて、それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約300メートルだから、かなり優位とも言えるよね。しかし、舞台となるのは水深の深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海で、ここを中国海軍との対潜水艦船の視線上と仮定した場合、OU ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるみたい。簡単に言うと、ここに OU を出すのはもったいないということだろうな。獅子はウサギを倒すにも全力を出すという言葉もあるが、強力な兵器を惜しんで自説を逃しては元も子もないと思えるぜ。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあり、それが静粛性だね。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかなく、となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ってわけ。OU は、原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったみたい。OU の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれないな。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上するということがあり、海中に隠れて行動するはずの潜水艦がなぜ浮上したのか、大騒ぎになったが、真相は空自、海自が執拗に追跡したことにより、OU から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されているぜ。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということだから、OU の静粛性の凄さの証明ということだろうね。中国海軍の原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているらしいから、秘匿性に関して、OU は世界最高水準の潜水艦と言っても間違いはないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。